今日はなぜかチョモちゃんと、うちのシフォンちゃんがラブラブしてますけど、いやー嬉しい。くるくるチョモチョモ、くるチョモチョモ、今日はいい日だね。よしこ姉さん見てる？くるぶしです。ワンワン。うちに来るたび、チョモにはすごい吠えるんですよ、なぜか、なぜか。そうなの、そうなの。ご主人たちを守ろうとね。ドキュン臭がするんですかね。危ねえ奴が来たぜ、つって。誰よりも常識人が聞いてます。はい、今日は何をしましょうか。かなり前に、はい、一度、プリチョモの動画につけてくれてるコメントをですね、一回拾っていたんですよね。はい、ああ、ありましたね、うん。結構前ですね。結構前なので、また最近のやつとかも読んでいこうかなと。いいっすね。思いましてですね。感謝祭的な。感謝祭ですね。第2弾です。本当にいつもありがとうございます。はい。はい、どうせよ。本当だよ。ほな、まあ、読んでいきましょうか。プリキュア、プリキュア。読んでいきたいと思います。でてーん。めっちゃしゃぐれてる。動画は純不動になってしまうかもしれませんが、プリチョモの新曲どれがいい？ああ、はいはいはい。ありましたね。まだ作ってないけど。そう。忘れてた。ね、新曲をそろそろ作らないね。そうですね。サンハルボちゃん。はい。2曲目は泣きそうになりました。うん、売れると思います。どれも素敵です。結構、狂った感性が。ごめんね。あれやね。あれで、和メロのやつやね、2曲目は。ああ、わかった。レキストリン。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ああ、懐かしい。くるちょも一本グランプリへガチチャレンジの後編についてですね。はい。これ、小杖ちゃん。ももちゃんのカバー動画を見てから気になって見に来てしまいます。いつもお二人の仲の良いやりとりを見て、やりとりをニヤニヤして見てます。ほら。なぜかためらっていましたが、今日チャンネル登録しました。応援してます。小杖ちゃん愛してるよー。シフォンちゃんびっくりでした、ね、大きい声出してごめんね。めっちゃ嬉しいね、このタイプのコメント。そうね。あー、嬉しい。今後ともよろしくね。よろしくお願いします。どっちがタイプなのかな？どっち？ちょっと前後するんですが、はい、くるちょもが1本グランプリへガチチャレンジの前編。はい。はい、ケンケン。はい。おもんな。おめえがおもんなよ、バカ野郎。おい。おめえの、お前が死んだら、お前の墓のにうんこを投げてた、お前。愛してるよ。このケンケンっていう子なんですけど、おもんなってコメントつけてたんで、おもろいやつなんかなと思って、この子の YouTube チャンネルがあったんで、俺見に行ったんですよね。ほうほう。なんかその、ピアノ弾いてる動画があったから、すごいピアノ上手ですねってコメントつけてきましたね。コメントしたの？コメントしちゃった。いいっすね。なるほど。じゃあコラボしよう。うん、コラボしよう。いちいち左の太ってるやつ父親になる。ああはいはい。ええ動画ですね。ああ素敵な。はい、はい、まず泉 Y さんおめでとうございます。可愛い鳴き声。噛み合わない会話画面楽しかったです。チョモくん最高。チョモくん最高。最終的にね。なるほどね。うん、俺か息子の話ではないです。チョモまあまあまあチョモちゃんもやっぱあれですけど。はい。しかないちゃん。クロミスさん久しぶりのコメントです。笑い。赤ちゃん誕生おめでとう。モザイクかかってても可愛い。パパになるともっともっと男性は魅力も上がりますよ。チョモさんも面白くて優しくて、二人とも大好きなので頑張ってね。あ、嬉しい。しかないちゃん。愛してるよ。愛してるよ。しかないちゃんはもうかなり長いリスナー。そうだね、初期の頃からね。そうですね。ありがとうございます。はい。サンハルブちゃん。お、来た。めちゃくちゃ可愛い。ちゃんとお父さんの顔になってますね。最後ほっこりしました。ああ。こっちがほっこりするわ。あ、そうだ。デザートでも食いたい雰囲気になってきましたけど。いいコメントばっかりでね。はい、ありがとうございます。はい。ゆるゆる NG ワード言わせ合いパーティー後編。ああ、これ地味に楽しかったですね。やってる方。楽しかった、これ楽しかったね。またやりたいぐらい。やりたいでね。マミタン、言いそうで言わないチョモさん、笑。くるぶしさん、ワードチョイスミスりましたね、わらわら。あー、T シャツ着いひんとか。またやりましょう。やろう。うん。木下ゆきな。ああ、はいはい。インスタグラムライブ、過去カバー動画。はいはいはい。さゆけいちゃん、ラストにタピオカ飲んでるところが好き。ああ。なんでタピオカ飲んでるんでしょうね、これね。いや、ほんまにね。うん。まあ、あの時は俺はタピオカすげえ飲みたかったからね。本当に。あの日はもうタピオカしか飲みたくなかったから。マジで。長池雄大くん。何やってんの笑い。これ、僕の鹿児島の友達ですね。タボありがとう。
いまだにまだももちゃんの動画にコメントがつきます、お前らいつまで見てんだよゆなちゃん高評価だわ。おーまあこれだから本当に両極端、まあ言うて高評価も2100以上ついてますからね、いや本家超えたのかな、残っていれば残ってたら超えたね、うんうんうん、なんかももさんもね、あの婚約したら、いやおめでとう、ももちゃん、おめでとうございます、ももちゃんも幸せになってね、ぜひぜひ、よかった、うん、離婚したらまたいじってあげるから、ね、絶対俺らのこと知ってるだろうね、マジこいつらって思ってる仲良くしようね、仲良くしようね、バーベキューしようローストビーフ作っていかなかローストビーフ、まあさ懐かしいだぜ今嫁がチラッと見ましたけどはい、すいません、不禁止でしょ、不禁止シンコにギャッツビー塗るみたいな感じになるんかな、あー3人で3人で行こうか中原嫁、中原嫁ね、3人で行きましょうすごい